どうもどうもお疲れ様です。120分以上の映画が苦手なエステちゃんです。今日は、サブスク配信映画のシーセットについてだ話していきたいと思います。内容が映画プロデューサーハーベイ・ワインスタインによる性的暴行を告白した2人の女性記者による回顧録をもとに映画化した社会派ドラマ。ニューヨークタイムズ紙の記者ミーガン・トゥーイとジョディ・カンターは大物映画プロデューサーワインスタインが数十年にわたって続けてきた性的暴行について取材を始めるが、ワインスタインがこれまで何度も記事をもみ消してきたことを知る。被害女性の多くは示談に応じており、証言すれば訴えられるという恐怖や当時のトラウマによって声を上げられずにいた。問題の本質が業界の隠蔽体質であると気づいた記者たちは、取材対象から拒否され、ワインスタイン側からの妨害を受けながらも真実を追い求めて奔走するということで、でこの記者、女性記者役がキャリー・マリガンとゾーイ・カザンということで、そうですね。はい。で、これ結構私、その前にスキャンダル。で見まして、でそれがあれ、それはそのテレビ局のなんか偉いさんが、なんかそのセクハラというか、でそういうあの関係を共有、あ、なんかどうするみたいな、応じるならなんかそのね、いい番組のそのキャスターとして抜擢するけどみたいな、まあそういった実際の事件を映画化したのを見たんですけど、それはなんかまあそういうの、男側のね、あのそういう男側がまあクソなんですけど、ただいや選択してるじゃんっていう、女の人もね、あのどうするって聞かれて、俺のなんかセクハラ受けるって聞かれて、でいや男が悪いんですけど、でも選択しちゃって、自分でキャスターになりたいから、あの売れっ子な、でそれであのそれを拒否して辞めてった女性はもちろんいるんですけど、まあ、そう自分で選択したよなみたいなのもあるし、いや男がクソなんですけどね。でなんかすごいフェミ臭が強くて、あんまりなーって思ってて、でシーセットも結構話題になってて、なんかで結構評価も高いとか、その面白いみたいななんかのも聞いてたんですけど、なんかフェミ臭強いのなんかきついなと思って見てなかったんですが、ちょっとプライムビデオで見てみて、で本当に社会派ドラマでしたね。それこそザ・レポートでしたっけ、この間見たやつ的な感じで、もう淡々と事実を積み上げていくというか、その取材して事実を積み上げてって、徐々にこう相手を追い込んでいくという感じで、実際そのレイプのシーンであるとか、音声だけ、実際の音声なのかな、あれはあのおとり操作した時の実際のやつなのか分かんないですけど、だけかな、ホテルの廊下を映しながらその音声を流すみたいな演出だけだったんですね。だから本当に取材して、で取材を受ける女性の姿、なんかもう話したくないとか、なんかこう辛そうな、なんかこういう目にあってみたいな、でこういう契約書を書かされてみたいな、その辛そうな様子で構成していくっていうね、すごい骨太なので良かったですし、あとやっぱり単純にワインスタイン気持ち悪いなっていうか、その打ち合わせと称してホテルに呼んで急になんか、いやマッサージしてくれよみたいなことを言って、じゃあ今度は僕がバッサージしてあげるよとか、なんかバスタブ
を用意してるんだみたいなのとかで、なんか結構強引に、いや本当にレイプですよね、してて、いや本当に気持ち悪いなっていう、これ男性が多分見ても気持ち悪いっていうか、本当になんか自分の欲だけっていうかね、獣なんだなみたいな。で男性とのトラブルがあって、それはなんかその言い争いになって殴ったなんか部下だかがいて、それもお金でもみ消してるみたいな、本当にクソっていうかね、結婚して子供もいるのに気持ち悪い、ただただ気持ち悪い男だなっていう。でこんなのがやっぱりその実権を握ってた、長きには何十年もね。で珍しくこういうのにしてはだいたい捕まんないのいいんですけど、逃げ切るみたいな人もいますけど、ザ・レポートではね逃げ切ってましたからね、役人さんだからか分かんないですけど、捕まらずにね、 CIA の長官にもなった人いるとかありまして、今回はねちゃんと捕まって、禁錮刑かななんかになってるってね書いてありましたけど、はい。あとはちゃんとそのハリウッドってやっぱりとにかくトランプが嫌いなんで、ちゃんと冒頭にトランプ批判というかね、トランプもねセクハラで裁判なんて負けてんのかな、あれなってましたけど、まあ実際にそういう流れだったんでしょうけど、セクハラ被害に遭った人を取材したけど、結局トランプはそのまま2016年かな、その大統領就任してうやむやになってっていうのがあってからのハーベイ・ワインスタインの事件っていう、こう時系列でしたけど、やっぱり本当にトランプってハリウッドが嫌われてるんだなっていう。まあ、私は別に選挙権ないんで、よくしは何とも思ってないというか、よく知らないですけど、改めてねハリウッドが嫌われてるんだなっていうのは、思いました。はい。で129分なんですけど、まあそんなに長く感じなかったかな。うん、このどうなってくんだろうみたいな、最初にね1992年から始まるのか、2年に被害あった女性の逃げるシーンから始まるというか、そのなんで、あ、これは誰なんだみたいな、あの人は何なんだみたいな、この興味をこう引かせつつ、こういろいろいろんな世界を股にかけてねレイプしてるんで、ワインスタインがいろんなとこに、記者の方たち飛んでってねやってるんで、見応えありましたし、私からするとキャリー・マリガンっていうとやっぱりね、ブルー・バレンタインとかドライブのなんていうかね、女子女子した女優さんのイメージありますけど、硬派な感じのね、役プロミシング・ヤング・ウーマンからのガラリとその可愛い路線というかね、そういうのを変えてきて、いい感じになってんだなみたいな。あとゾーイ・カザはね、なんだっけ、ルビー・スパークス好きになったんで、すごい、また見れてよかったです。はい。ということで、プライムの配信終わって、今度ネットフリックスでまた配信し出すのかなということなんで、よかったら見てみてください。はい、ということで、また何かあったらあげたいと思います。終わりです。